県群線は、熊本県熊本市中央区水前寺の水前寺公園電停から、熊本市東区県群の県群町電停を結ぶ、熊本市交通局が運営する、路面電車の路線。熊本県庁や熊本市総合体育館、熊本県立図書館などが、沿線にある。2004年1月の熊本日日新聞において、熊本市が策定中の豪月湖 観光活性化計画の一環として、市電の延伸を検討していると報じられた。この計画は2002年の路線重案には含まれていない。総事業費は約10億円。報道によれば、2007年度の着工、2008年度中の開業を考えているなど、最も実現性の高い計画であった。概要は以下のようなものであった。 県群線の動植物園入り口電停から分岐し、熊本市東区の小口公園の東側に単線を、付設、動植物園正門まで800メートル延伸する。しかし、小口公園方面の延伸については、同年度の予算によって調査をした結果、採算性が見込めないことと、豪津湖や熊本市水道局県群水源地の水質に悪影響を与える。 可能性があることから、12月に、計画の中止を発表した。自衛隊方面延伸についても、その後の進展はない。しかし、益式方面への延伸については、調査が開始された。熊本市は2016年9月9日までに、市電の延伸を検討しているいくつかの計画線の、内自衛隊ルートと、南熊本ルートのどちらかを、 優先的に整備する方針を固めた。2016年10月から詳細検討に入り2017年度には自衛隊ルートか南熊本ルートに絞り込む予定。熊本市でに延伸、自衛隊か南熊本優先整備。ありがとうございます。